どうもおはようございます。月曜日がですねちょうどお休みなのでアメリカはですね、でちょうど1泊2日の短い旅ですけど、月曜日を利用して日曜日の朝今、出てます。今出発して、これから向かう先がですね約片道直行で行ったとして5時間ぐらいのとこの、ネバダのラフリンというとこでですね行って1泊してで帰ってこようと、その間にどこかあれば、寄っていこうかなという予定でおります。はい、出発です。今出発しました。アイスクリームトラックは砂漠に来ましたね。そんなバタバタあるよ。はい、今15番のノース、のノースで今バーストの、まあ、ちょうど、ね、バーストの街のここに入るところですね。でアウトレットが最初に出てくるそこですよね。アウトレットのエリア、バーストそしてですね、15番最後の地下かな、こっから15に行くとラスベガス4通番の方、右の方にそれると東の方に向かってニードルズ行きにあります。はい、ここはバーストです。はい、次のヒドンスプリングのそこで降りて、そしてルート
ルート66です。ここがバーストですね。今バーストとバーストのエアポートがあります。66です。ここはね、なんてバーンって書いてあるけど、ニューベリースプリングって書いてあるな、よく、ね、バーンバーンって書いてある。66点しか入ってる、ね、66の右側の方に今ちょうどね、右側というか黒いな、なんかね、石炭のようななんか色して真っ黒ですね。もうすぐアンボイです。